はい、こんにちは。ハーバード心理学34日目に入っていきましたね。2月もねスタートして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今日はですね、テーマ、内なる声を聞くということです。まあ、内なる声って何っていうと、まあ、結局は自分と対話するっていうことですわ。で、自分と対話することって皆さんどうですかね、ありますって言ったら、どうした、急に頭痛かっていうね、よくありましたよね。対話というよりは、こう遠く離れた人との会話っていう意味では、スターウォーズのね、新三部作品の方なんか結構あったりしましたよね。で、いやいや、そんなことないんですよ。別に頭いったとかそんなじゃなくて、至って真面目な話で、コーチングでですね、セルフトークっていうことがあるんですよ。で、これっていうのは、まあ、コーチングの用語なんですけど、自分に投げかける言葉なんですね。で、このセルフトークっていうのは、実は普段から、まあ、自分に投げかけている言葉っていうのが、今の自分を作り上げてるんですよっていうことを言ってるんですね。で、いやいや、そんなわけないやろって思った人いるかもしれないんですけど、ぜひですね、自分が普段思ってることをこう振り返ってみてほしいんですけど、いや、私デブやからとか、貧乏暇なしなんですわとか、いや、自分賢くないんでって謙虚のつもりで言ってるかもしれないんですけど、その通りになってませんかっていう話なんですよね。こうダイエット頑張ってるって言ってても、自分デブやからって言った瞬間に、こうお腹の脂肪がタルタルだったりとかね、結局その自分が普段かけている言葉、言っている言葉通りになってるんですよ。はい。で、振り返ってみると、日常的に自分に投げかけた言葉通りに結局人間って仕上がっているものなんですよね。で、それは心の底からそうなりたい、誰もデブになりたいとか貧乏になりたいって望んでるわけないと思うんですけど、無意識にそうなるように働きかけてしまってるんですよね。だからセルフトークってめちゃめちゃ注意しなくちゃいけないんですよ。で、自分への投げかけとか対話をすることの重要性っていうのを紐解きつつ、で、かつですね、周り、自分以外の周りに流されることなく自分の声に従って、で、本当になりたい、例えばムキムキになりたいとか痩せたいとかですね、で、あるいはお金持ちになりたいとか、こんなことを実現してみたいっていう、やりたいことを実現していくっていうのは、結局は自分次第だっていうお話を今日はしていきます。まあ、そうなるための、セルフトークも大事ですよっていうことを紐解いていく、そんな感じですね。で、結局ですね、誰の声を聞くのっていうことなんですけど、まあ、周りの声とか意見っていうのは、まあ、確かに自分が人生で何を欲しているのか、で、何が必要なのかっていうのを自分だけで見ると、どうしても情報量は少ないし、視野も狭くなっちゃうんで、ヒントを得るためにはその周りの声や意見っていうのは、まあ、手助けになることもありますわっていうことなんですよ。ところが同時に邪魔になることもあるんですね。自分の本音本心っていうのを知ることっていうのは結構難しいことなんですよ。で、最大限の幸せはじゃあ一体何ですかっていうことをいくと、何かの価値や基準にとらわれたものなんかじゃなくて、例えば会社で言ったら、成績は営業で何パーセント達成したらこうつきますよとか、学校でも何点取ったら A 判定とか B 判定とかって、そういう価値とか基準にとらわれたものなんかじゃなくって、自分がしたいと思うものを見つけることなんですよ。ここ結構重要で、達成することじゃなくて見つけることなんですよ。実は人間、例えば富士山に登ろうっていう目標を決めて、富士山に登ったことよりも、その登ってる最中、そのプロセスの方が幸せを感じられるっていうことが心理学なんかでよく分かったりしてるんですよね。だから達成した瞬間に燃え尽きてしまって、明日から何して生きていこうなんていうふうに思うのも、まあ燃え尽き症候群なんて言ったりするんですけど、だから何をしたいんですか、何やりたいんですかっていうのを見つけること自体が大事なんですよね。達成することよりも大事です。で、その声に従うことっていうのが、幸福と健全な自己信頼、まあ、自分を信じるっていうことが必要と。で、体、精神、身体的にもですね、健康的に生きるっていうのも、それを見つけることっていうのが欠かせないんですよね。で、今日の問いかけになるんですけど、自分が本当にやりたいことをそもそも見つけようとしたことってありますかね。で、どんな時にそれって浮かびましたか。で、自分の本音を見つけるために今からできることは何かっていう、この3つをですね、ぜひ考えてみていただけたらと思います。で、今日はですね、誰にも知られることのないという魔法というテーマで、ワークを入っていきたいと思うんですけど、まあ、そういう呪文にかかったと思ってくださいで、どういうことっていうことなんですけど、これからの人生、例えば今生きているこの瞬間とか、それからあなたが死んだ後であったとしても、
誰もあなたがこの世界でしている行いで、それはいいことであっても悪いことであってももう知ることはないです。何しても知ることがないです。はい。で、たとえ世界中の人が感動する行為をしても、誰もが驚く最高技術の製品を開発したとしても、世界一の大金持ちになったとしても、誰にも知られることはないです。逆もしかりです。世界のみんながあざけり笑うような失敗をしたとしても笑われることがないということですね。で、人との関わりに関しては幸いなことに誰からも怒られることもないですし、悲しませることもないですし、ただ一方で何をしたとしても喜んでもらうこともないし、まあ、感謝も評価もされなくなると、あなただけがあなたのやった素晴らしさを知ることができるっていう、まあ、そんな状態ですね。で、もしもそんな世界だったとしたら、あなたは何をしますか？で、どんな仕事をしたり日常を過ごしますかね？そもそも仕事するのかっていう話ですよね。ちょっと脱線しますけど、島田紳助さんなんかはこう、男っていう生き物は女がいるから頑張れるんだっていう話をしたことがあってですね、もしも世の中に女性がいなかったとしたら、そもそも服を着ることもしないし、何かのために一生懸命仕事をするっていうこともなくなって、毎日おでんばっかり食べるみたいなね、話をしたりとかしてたんですけど、まあまあ、話を戻しまして、で、周りがどうであったとして、意見も声にも惑わされないで、それでもあなたがやり続けたいって思うものは一体何でしょうか？で、それがおつね、あなたの本当にやりたいことなんですよ。うん。で、得意だから人に褒められるからやるんじゃなくって、あなたが本当にやりたいものっていうのは何かっていうことですね。で、このワークっていうのはあなたにとって大切なもので、それに気づいていくための方法なんですよ。で、これは哲学者のラルフ・ウォルド・エマソンっていう人がですね、周りの意見に従って、まあ、世間の中で生きるのは簡単だと。で、自分の考えに基づいて孤独の中で生きるのも簡単だと。ね、簡単の字が完全に間違ってますけどね、イーズイの簡単ですね。はい。で、偉大な人間っていうのは群衆の中、人がいっぱいいる中にいながらも、孤高の精神を完璧な優しさともに持ち続けているっていうことを言っています。はい。なので、皆さんに今日やっていただきたいのは、皆さんがもう好きで何を言われてもなんかついついやり続けてしまうことってのは一体何ですかっていうことなんですよ。それを見つけて、あなたのライフワークにしていっていただきたいという、そういうお話です。はい。でですね、今日の最後に、僕自身もですね、最近本当にやりたいなって思うことを見つけたんですよ。で、それに関しては確かに人が僕のやることで喜んでくれたら万々歳なんですけど、自分一人で仮にそれをやったとしても、もう結構満足できる生き方を見つけることができたなって思うんですね。それにはお金と時間、結構労力もね、体力も必要なことなので、いろいろとその3点セットを磨いていかなくちゃいけないっていう、ある種覚悟を持たなくちゃいけないものなんですけれども、それはですね、社会人になって、いろいろどういうことをやっていきたいのかなっていうことをこう考える中で、ようやく見つけることができたことなんですね。それは何年かけても見つかるっていうパターンもありますし、すぐに見つからなくてもいいと思うんですよ。もしかしたらパッと浮かんだものをこれをずっとやりたいなって思い続けることもあると思うし、それは別に見つかり方なんかどうでもいいんですけどね。はい。で、一度きりの人生ですから、楽しいと言える生き方をぜひしていただけたら何よりだというふうに思いますんで、皆さんもですね、達成するというよりもそれを見つけること自体が大切なことですんで、ぜひこれやりたい、こうなりたいっていうものを見つけていただけたらというふうに思います。それをですね、どうやって見つけたらいいのっていう、そういったご相談がですね、もしいただけるようでしたら、コーチングなりですね、そういう形でぜひお手伝いさせてもらえたらというふうに思います。ということで、本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。いつも動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。